次に中竹貞勝議員の質問を許可します。中竹議員。本日は一般質問の機会をいただきましてありがとうございます。まずは台風24号まで災害が多く続きまして、被災された方々のお見舞いを心から申し上げたいと思いますし、一日も早い復興を祈念したいと思っているところでございます。私で本日最後になりますが、すでに質問内容については重複する場面があるかと思いますけれども、私の観点から質問させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。通告に従い、項目として6点を準備しましたので、質問したいと思います。1点目は東武公園の駐車場についてでございます。東武公園は平成27年度に第一期整備区域である駐車場と野球場が設置され、その後ドッグランの施行を開始され、平成29年度から第二期整備区域の芝生広場や大型複合遊具などが開設されました。また昨年度に東武スタジアムの照明設備や音響設備が整備されて、多くの市民の方々が訪れ、大変にぎわっている状況でございます。しかし東武公園は市街地から離れたところにあって、多くの来園者が自家用車で訪れております。週末は駐車場が満車になるため、野球場を利用する方が、別の場所で乗り合わせを行うなどしながら、東武公園を利用されている状況であるとも聞いております。そこでお聞きしますが、東武公園の駐車場の現状についてお聞きしたいと思います。2点目は、2025年度問題に対する省整備体制について、2点についてお聞きします。括弧1、高齢者の介護施設、養護施設の設置数といいましょうか、入所状況について、2025年度には、いわゆる団塊世代のすべての方が、要介護リスクが高まる75歳以上に到達します。そうなると、当然、高齢者の方が必要とされる介護施設などが相当数必要となってくると思われます。そこでまず、高齢者の介護施設、養護施設で、枚方市内の特別養護老人ホームなどの介護保健施設の設置数と定員、また、それらの施設の入所を希望されて、待っておられる方の人数についてお聞きしたいと思います。括弧2、救急車の配備体制についてでございます。救急車の出動数については、枚方市における救急出動の件数は年々増加していますが、通報から病院への搬送までの状況や、何か課題になっていることはないか、まずお尋ねいたします。3項目目、関西外大御殿山キャンパスの開校に伴う安全対策について、一つ、不動杉田の口金谷線の整備の進捗についてお聞きします。不動杉田の口金谷線については、現在、大阪府において、拡幅整備を進めていただいておりますが、本路線については、昨年度までの関西外国語大学の中宮キャンパスに通う外国生に加え、本年4月からは、御殿山キャンパスの開校がなされ、
かなりの数の学生が利用しております。そのため、府道杉田の口金谷線の一部の境外区間の安全性が懸念されております。そこで、府道杉田の口金谷線の整備の進捗状況をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。次、過去に、大きな項目、第4項目ですね、マイナンバー制度の導入の現状についてということで、2点ありますが、まずはマイナンバーカードの取得状況について、は、国が利用拡大を目指しており、市としても利用促進を進めていることとのことですが、本市の現状と他市の状況と比べてどうなのかということをお聞きしたいと思います。過去にとして、市行政の効率化についてお聞きします。マイナンバーカードを活用することによって、市の事務手続きについてオンラインでの申請が可能になるなど、市民の利便性の向上が図られ、同時に行政の事務の省力化、効率化にもつながるものと考えています。そこでまず、マイナンバーを活用したオンライン申請には、どのようなものがあるのか、まずお聞きします。5項目目、ブロック塀の安全確保についてでございますが、大阪北部地震では多くのブロック塀が倒壊し、登校中の児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。8月の全員協議会では、枚方市において、市民の方から通報や依頼によって調査を行ったブロック塀342件のうち、83件について危険性があるとの報告がありました。それでは、危険性があるとしたブロック塀について、どのような対応をしているのかお聞きします。最後の項目でありますが、6項目目、災害時における避難所の地下水利用についてでございます。近年、大地震や大雨による災害が各地で発生し、被災地の皆様がやむなく避難所での生活を余儀なくされている様子をテレビなどで拝見し、そのご苦労に心を痛めているところでございますが、枚方市でも避難所にたくさんの市民の皆様が避難して、避難しなくてはならない大規模の災害が発生した場合に、避難所への水道水の供給はどのように行うのか、まずはお伺いしたいと思います。以上で、1件目の質問にさせていただきます。松本土木部長。はい。1、東部公園の駐車場についてお答えいたします。東部公園にある駐車場は、普通車88台、大型バス2台、および身体障害者用4台、合計で94台の駐車スペースを確保しております。しかし、野球場以外にもドッグランや大型遊具を利用される方が多くなっていることから、週末の野球の大会や時間帯によっては、駐車場が満車になることを、維持管理の委託業者などから報告を受けております。次に3、関西外大御殿山キャンパス開校に伴う安全対策について、括弧1、不動杉田口金谷線の整備の進捗についてお答えいたします。不動杉田口金谷線につきましては、平成28年度に用地取得契約がすべて完了し、平成29年度に事業延長570メートルのうち、残り約100メートル区間の工事に着手され、現在、早期完成に向け、整備が進められているところです。坂田長寿社会部長。
2025年問題に対する諸体制整備についてのうち、1、高齢者の介護施設、養護施設の設置数、入所状況についてお答えいたします。介護保険施設の設置数と定義としましては、特別養護老人ホームは、広域型特別養護老人ホームと地域密着型特別養護老人ホームを合わせて24施設、1371人、老人保健施設は9施設、973人、介護療養型医療施設1施設10人、介護療院が1施設39人となっております。次にそれらの施設の入所申し込みをされている方の人数につきましては、複数の施設に重複して申し込んでいる方を含めた延べ人数で、平成30年8月30日現在、8月31日現在、特別養護老人ホームは1453人、老人保健施設は17人、介護療養型医療施設は2人、介護療院ゼロとなっております。石田市民安全部長。はい、2025年問題に対する諸体制整備についてのうち、括弧に救急車の配備体制についてお答えいたします。救急車の出動件数は毎年過去最高を更新している状況で、本市において昨年度は2万1658件の出動を行っております。通報から病院に到着するまでの所要時間は平均33分4秒で、ここ数年ではこの所要時間は少しずつ短縮されている傾向となっております。しかしながら受け入れ先の病院がなかなか決まらないなどの課題もあります。また、救急搬送のうち軽症者の占める割合が7割近くを占めていることから、119番通報の受付の際に不要不急の救急を選別し、トリアージするルール作りも課題の一つであると考えております。次に、4、マイナンバー制度導入の現状についてのうち、括弧1、マイナンバーカードの取得状況についてお答えいたします。本市の交付状況は、平成30年7月1日時点で、交付枚数5万2261枚、交付率は 12.9% でございます。大阪府内の中核市の交付率は、東大阪市が 10.7%、高槻市が 14%、豊中市が 12.4% となっており、また全国平均は 11.5% となっております。佐藤理事。4、マイナンバー導入の現状について、括弧に、市行政の効率化の状況についてお答えをいたします。国が運用するウェブサービスであるマイナポータルでは、子育てに関連する行政手続きを電子申請により行うことができるサービスとして、子育てワンストップサービスが運用されております。このサービスを利用することで、例えば保育所の利用申し込みや児童手当に関する手続きを市役所に出向くことなく行うことができるようになるというもので、本市におきましても導入について検討しているところでございます。白石都市整備部長。はい、次に5、ブロック塀の安全確保についてお答えします。市民の方からの通報や依頼により調査を行い、危険性があると判断したブロック塀については、所有者等に対して安全性確保に努めるよう周知しております。その後再度現場調査を行い、安全性確保がされていない場合は、ブロック塀の所有者等に補助制度の案内をするなど、安全性確保に努めるよう、改めて周知を図ってまいります。湯川上下水道事業部長。はい、次に6、災害時における避難所の地下水利用についてお答えいたします。大規模な地震が発生し、管路など水道施設が破損した場合、通常の給水は困難なものとなりますが、災害発生から6日間、市民の皆様が炊事等最低生活水準を維持できる水量として1人当たり80リットルを確保するため、排水施設等に緊急遮断弁を設置し、応急給水拠点として整備に取り組んでおります。また避難所70カ所には給水バルーンを保管しており、応急給水拠点から給水車により飲料水を運搬し、給水活動することで対応したいと考えております。
中竹議員。それぞれ、丁寧な見解をありがとうございます。続いて2回目の質問と要望に入りたいと思います。1点目の東部公園の駐車場について、これは要望としますが、東部公園は今後も多くの市民の方の利用が予想されることから、できるだけ早急に駐車場対策を検討いただきますよう、強く要望しておきます。2点目の2025年問題に対する小体整備についてでございますが、2回目の質問をしたいと思います。施設の状況は、介護施設、養護施設設置数、入所状況についてですが、施設の状況は分かりました。とりわけ、特別養護老人ホームについては、待機しておられる方も多くおられるようです。では、2025年に向けては、こうした施設がもっともっと必要となってくると思いますが、今後さらに増やしていかれるのか、お考えなのか、お聞きしています。坂田長寿社会部長。特別養護老人ホームにつきましては、入所申し込みをされている方が多数おられることを踏まえて、入所を希望し、自宅等で待機されている方を優先度の高い方と捉え、平成30年度から32年度を計画期間とする、枚方高齢者保健福祉計画21第7期においては、地域密着型特別養護老人ホームの新規整備、既存の広域型特別養護老人ホームの増築などにより、合計153床の整備を見込んでおります。2025年に向けましては、こうした介護保険施設の整備のみならず、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、介護予防、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みをさらに推進してまいります。中竹議員。これ、要望としますが、本市は9月1日現在で65歳以上人口が11万1048人で、高齢化率は 27.56% となっています。また、2025年には65歳以上人口が11万2644名、高齢化率は 29.5% に達すると見込まれております。このような中、高齢者の方が安心して暮らし続けることができるための環境整備は大変重要です。そのために2025年に向けて必要となる施設を整備するとともに、地域包括ケアシステムの構築を目指し、しっかりと取り組みを進めていかれるよう要望しておきます。次に、救急車の配備体制についてでありますが、2回目の質問を行います。救急の通報から病院に到着するまでの所要時間は、毎年短縮されているということですが、今後もこのまま出動件数が増え続けますと、現在の体制のままでは、いずれ職員や救急車両が不足するのではないかと心配しています。今後も安心・安全の確保を行うためには、将来的にどのような体制づくりが必要であると考えておられるのか、お伺いします。石田市民安全部長。はい。現在、枚方にあが消防組合では、総務省、消防庁が定める消防力の整備指針で示されている救急車の配置台数を上回る台数を配備している中、将来の人口減少や高齢化に伴う救急件数の増加等を踏まえた救急体制の在り方が必要であると考えており、平成33年度からの5年間を対象とする次期将来構想計画の中で示していけるよう、検討を行うこととされております。中竹議員。ぜひともきっちりした計画を検討していただきたいと思います。次に、関西外大御殿山キャンパス開設に伴う安全対策についてですが、これは要望としたいと思いますが、不動杉田口金谷線の整備については、これまで用地の取得などに時間を要していることは認識しておりますが、歩行者の安全を確保するためには、一日も早い
完成が求められております。枚方市としても大阪府と連携し、本路線の早期完成に向けて取り組まれるよう強く要望しておきます。よろしくお願いします。4項目目、マイナンバー制度導入の現状についてでありますが、2回目の質問に入ります。他市と比べて交付率はそんなに悪くないようですが、カードの取得拡大が進まない原因の一つには、カードを毎日紛失などした場合に、個人情報の漏洩に対する不安が大きいことも聞いております。それらセキュリティについても、きちんと説明が必要であると考えておりますが、また、PR にしても、ホームページだけでなくて、地域の掲示板など、もっと身近で分かりやすい PR 方法を検討するべきであると思います。今後、利用拡大に向けての取り組みや、PR をしていくのか、どのような PR をしていくのか、お伺いします。石田部長。マイナンバーカードの安全性につきましては、窓口での説明に加え、パンフレットを配置して、市民へ周知、啓発を行っております。また、PR 方法としましては、ホームページや広報、枚方の活用に加え、平成29年度は、広区コミュニティ協議会にご協力をいただき、自治会の掲示板へチラシを掲示を依頼し、平成30年度は、包括連携協定を締結している枚方信用金庫の平信市情報コーナーにチラシを配布させていただきました。また、平成28年度より毎年、キャンペーンとして出張申請受付を行っておりますが、平成30年度は昨年の中央図書館に加え、市役サービスセンターにおいても実施してまいります。今後もイベント等を活用するなど、PR 方法を工夫して、取得促進に努めてまいります。中竹議員。まあ、あの手この手でその PR をしながら職事、職質を上げてほしいと思います。よろしくお願いします。マイナンバー制度の市の行政の効率化について、2回目の質問をさせていただきます。本市でも検討を進めて、おられるということですが、子育てワンストップサービスを導入活用することにより、市民は来庁する手間が省け、行政側も窓口対応に関わる人的リソースが図れるなど、双方にメリットの享受が期待できるものと考えております。他市での導入状況や導入にあたっての課題についてお聞きします。佐藤理事。他市での導入状況につきましては、全国的に子育てワンストップサービスによる電子申請を実施している割合は、9月現在で 20.5% となっております。本市におきましては、年金機構による情報連携が延期となっていることや、国の想定する申請手続きが各自治体での実施内容を踏まえたものとなっていないこと、またマイナンバーカードの普及率が低く、オンライン申請の利用者が見込みがたい状況であることなどから、検討が必要であると考えております。中竹議員。これは要望ですが、マイナンバーカードを活用したオンライン申請の導入は、さまざまな課題もあり、そのメリットが図りにくい状況であろうかとは思いますが、行政の事務の効率化と市民サービスの向上とは切り離して考えられないものであって、ぜひ課題の解決を図りながら、検討を進めていただきたいと思っております。そのためにも、まずはマイナンバーカードのさらなる復旧促進に努めていただくことを要望し、この件の質問を終わりたいと思います。次に、ブロック塀の安全確保についてでございますが、2回目の質問に入りたいと思います。危険性があるとしたブロック塀の対応については分かりました。今回、倒壊など危険な状態になっているブロック塀は、建築基準法に不適合なものが多いと聞いております。それでは、ブロック塀を作るときには、どのような手続きがいるのか、お聞きします。
白石都市整備部長。はい。今回倒壊するなど危険性のあるブロック塀の多くは築造当時防火準防火地域に指定されていなかったことから、所有者等が自らの責任において建築基準法の安全規定に適合させ築造されたものと考えています。なお、ブロック塀を防火準防火地域に築造する場合には建築確認申請手続きが必要となります。中竹議員、これも要望をしたいと思います。建築基準法に不適合なブロック塀はそのままの状態にしておけばいずれかは危険な状態になるものと思います。このようなブロック塀は今回の地震のような災害が発生した場合には重大な被害を及ぼす可能性があると考えております。このようにならないためにも今後も継続して所有者に対しブロック塀の安全性確保に向けた改善指導や注意喚起を強く行っていただくよう要望して、この件はこの件の質問を終わります。最後になりますが、災害時における避難所の地下水利用についてでございますが、2回目の質問に入りたいと思います。枚方市における飲料水の備蓄と給水の方法については理解しましたが、もし交通網が遮断されるなどの災害が起こり、給水車が避難所に行けない場合も考えられます。そういった場合に備え、すべての避難所ではありませんが、給水拠点から離れたところの避難所では、井戸を掘るなどの地下水利用を考えるべきだと考えますが、見解をお願いします。石田市民安全部長。災害時の地下水利用につきましては、市内の個人や事業者が所有している井戸について、災害時に無償で提供していただく災害時協力井戸の登録制度があり、現在は137箇所が登録されておりますが、引き続き災害時協力井戸制度の推進を行うとともに、地下水利用についても調査、研究を図ってまいります。中竹議員。これも要望をしておきます。災害時の、協力井戸については、137箇所の、ご協力をいただいているということを、本当にありがたいと考えております。しかし、大規模災害が起こった場合には、災害時協力井戸が使えない可能性も考えるわけでありますが、避難所における地下水利用について、例えばその、基準を設けて、ある避難所には地下水があるよということであれば、最後の安心安全担保ができるわけでございます。どうも強力にですね、検討していただいて、実現に向けて、検討をお願いしたいと思います。以上で私の、一般質問を終わります。これにて中竹佐賀田勝議員の質問を終結します。